자르까니 가생! 하지마리! 하지마리! 昔々 田舎を空かせた蟹のクモリは川の近くで食べ物を探していました。食べ物、食べ物はどこだ。怖いってば。すると近くでバナナが落ちているのを見つけました。わーい、バナナ見っけ。そうクモリンが喜んでいると、向こうからお腹を空かせた猿のノイズがやってきました。 腹が減ったぜ。柿の種なんて食べれないし、羨ましそうにバナナを見ていたノイズは、おい、この柿の種とバナナ交換しねえか。この種を植えて育てればいっぱいの柿が食えるぞ。本当に？バナナ1本、柿がいっぱい。どうしよう。クモリン落ち着いて。 やっぱりバナナも食べたい。クモリンは大きく口を開けました。クモリンらしいね。その時です。俺様のバナナだ。なんとノイズが無理やりバナナを奪ってしまいました。そいつを置いて柿でも食うんだな。そう言ってノイズは帰ってしまいました。僕のバナナちゃん。クモリンは 家に帰って種を植えてみることにしました。よーし、いっぱい柿を食べるんだ。頑張れクモリン。早く芽を出せ柿の種、僕に柿をくださいな。バナナもいっぱいちょうだいな。バナナは出てこないから。するとどんどん芽が伸びて 一つの大きな木になりました。わーい、これで食べれる。すると落ちてきた葉っぱをパクリ。もぐもぐ、うげ、苦い。それ葉っぱだもの。もっと水あげなきゃ。早くみんな慣れかきの木よ。僕はお腹がペコペコだ。 お腹が空いて倒れちゃう。クモリン！クモリンが寝ている間に柿の木にはいっぱいの実ができていました。柿の実はとっても甘くて美味しそうです。目が覚めたクモリンはびっくり。わー、柿がいっぱいだ。美味しそう。よかったねクモリン。 しかし柿を取ろうとしても蟹の体じゃ木に登れません。ぐぬぬぬぬ、届かない。クモリンが困っているとノイズがまたやってきました。何？いつの間に大きく育ってるじゃねえか。取れねえなら俺様が取ってやるよ。本当に？猿のノイズはスルスルと木に登りました。 なんか怪しい。するとノイズはもぐもぐもぐ、甘くてうめえ。クモリンが育てた柿を食べてしまいました。何個でもいけるぜ。あー、僕の柿なのに。僕にもちょうだいよ。クモリンがそう言うと、これでこれでも食べろ。うぎゃー。ノイズは硬くて青い柿をクモリンに投げました。 ノイズひどーい。残りの柿もいただき。ノイズは大きな口を開けて柿を吸い込んでしまいました。ちょっと食べ過ぎたぜ。お腹いっぱいになったノイズはそのまま帰ってしまいました。怪我をしたクモリンはそのまま家に戻って寝込んでしまいました。クモリン、しばらくすると家に 蜂のサンサンとクリのビービーとウスのソーダおじさんが遊びに来ました。クモリンを見てみんなびっくり。クモリンから話を聞いてサンサンは力を合わせてノイズを懲らしめよう。そう言ってみんなでノイズの家に行くことになりました。僕すごい。みんな急いでノイズの家へ。ビービーは家の中を見ていました。ノイズはまだ帰ってきてないみたい。作戦会議をしようよ。
そうだ、しばらくしてノイズが帰ってきました。あー寒すぎるぜ。ノイズが火に近づこうとしたその時、オラオラ焼き栗にしてやるぞこら。隠れていたディリーが火の中から飛び出しました。あっきー、怖い。水、ノイズは水亀に近づいてお尻から入りました。すると隠れていたサンサンがノイズのお尻をチクリ。いけー、悪いことはよしなさい。ボスかっこいい。ノイズは慌てて家を飛び出しました。俺様が何か悪いことしたかよ。その時屋根で待ってたソーダおじさんが、ソーダー、ノイズの上をめがけて落ちてきました。キャー、助けて。なんとソーダおじさんの力は地面が割れてしまうほど。割れるところは思い切って書いてみよう。ソーダおじさん強すぎ。悪いことをするからいけないんだよ。ああ、参った参った。懲りたノイズは降参しました。もうクモリンに悪いことはしないと約束しました。そしてクモリンは平和に暮らすことができましたとさ。あ、柿も美味しいね。ソーダおじさんも美味しさのあまり飛び跳ねました。ソーダおじさん強すぎー。めでたしめでたし。わーすごい、髪切ったかく冷たー、楽しいね。うん、クモリンどうしたの。うん、何にもない。もしかしてトイレ行きたい。クモリン、おトイレ行こう。お漏らししない。出ない出てない。うわー、お漏らししちゃってる。あー気持ち悪い。おトイレ我慢するからだよ。なんでさっきおトイレ行かなかったの。だって行きたくなかったんだもん。まったく、次から頑張るんだよ。するよ。いいねいいね。
と大根の始まり始まり。昔々あるところに、人参のサンサンとごぼうのノイズと大根のクモリンがいました。めでたしめでたし。こら、3人ともまだ真っ白だよ。それにはね、秘密があるんだ。そうなの？続きが気になる子はグッドボタン。3人はお外でたくさん遊んで泥だらけになってしまいました。お野菜汚れちゃった。洗ってきれいにしようよ。3人はお風呂に入ることにしました。どうせなら勝負しようぜ。お風呂に長く入れた方が勝ちだ。面白そう。望むところだ。3人はお風呂で我慢比べすることになりました。どうなるんだろう。じゃあ俺様一番乗り。お風呂のノイズは勢いよくお風呂に飛び込みます。あ、ずるいぞノイズ。人参のサンサンも続いて飛び込みました。あ、これはバナナだ。大根のクモリンはバナナに向かっていきました。勝負は人参のサンサンとごぼうのノイズが飛び込んだお風呂は入れたてで熱々。サンサンとノイズは暑さに耐えていましたが、あっちー、もう無理。ごぼうのノイズはお風呂から飛び出てしまい、いちゃ、泥に落ちてさっきよりも汚れてしまいました。やっばー、カッパー。しかし人参のサンサンは気がつかずにお風呂に入り続けました。サンサン、もうノイズいないよ。ボス気づいて。サンサンの体はどんどん赤くなっていって、のぼせてしまいました。せっかく飼ってたのに。残念だったね。あー、バナナ美味しかった。大根のクモリンがお風呂に帰ってきました。あれ、みんな何してるの？まあいいか、僕先入っちゃうもんね。クモリンはお風呂に飛び込みました。ふう、気持ちいい。お湯はクモリンが入った時にはちょうどよくなっていました。クモリン天才です。クモリンはあんまりにも気持ちよかったので、ゆっくりお風呂に入り続けてしまいました。クモリンのぼせちゃうよ。すると大根のクモリンはなんと綺麗な大根のクモリンになっていたのです。クモリンがイケメンになっちゃった。こういうのもありだね。こうして人参のサンサンは赤色に、ごぼうのノイズは黒色に、大根のクモリンは白色になったのでした。大根を食べればもっとイケメンことじゃないんじゃ。いただきます。おうだ。おもっちゃおいしい。めでたしめでたし。お絵かき紙芝居始まるぜ。ノイズ、俺様も混ぜてもらうぜ。それじゃあいくよ。花さかじいさん、始まり始まり。昔昔あるところに、心の優しいおじいさんのサンサンとおばあさんのクモリンが住んでいました。あはは、おばあちゃんになってる。のんきなもんだぜ。サンサンたちはもう一人の家族の犬のビービーをとっても可愛がっていました。いい天気だね。犬って喋るのか。ビービーは天才なんだ。ある日、サンサンが畑を耕していると、ねえねえ、ここ掘ってみて。そう言ってビービーが地面を掘り出しました。何があるんだろう。僕も手伝うよ。一緒になって地面を掘ってみると、なんといっぱいの小判が出てきました。お宝だ。ここもここも。もう一つ穴を掘ると、そこからは小判とバナナが。バナナはいらねえだろ。おやつのバナナ探してたんだよね。クモリンだったのね。
そんな BB の働きを隣の悪いおじいさんのノイズもこっそり見ていました。こいつは使えるぜ。ガッガッガ、俺様の出番だな。クモリン、後ろ後ろ。そしてノイズはちょっくら借りてくぜと言って、サンさんたちから BB を連れて行ってしまいました。そんな、さすが俺様だぜ。家に帰ったノイズは BB にお宝を見つけてもらおうとしますが、やだもん、 BB は動こうとしません。そりゃそうだ。怒ったノイズは、にゃーはははやめてやめて、さあ早く宝を探せ。なんとノイズは BB をくすぐり始めました。いいぞいいぞ、なんてことするんだ。いやー、ここにあるよ。そう言うと笑いながら BB が掘り始めました。よし、俺様も金持ちだ。ノイズも一緒に穴を掘ってみると、そこにはいっぱいのバナナが。宝じゃねえ。おかしい、こんちきしょう。ワンワン、ノイズは怒ってずっと BB をくすぐりました。 BB は今にもお腹がよじれそう。ギャー、お腹取れちゃう。ノイズやりすぎ。 BB はフラフラになりながら帰ってきました。サンさんたちをびっくり。おい、バナナしか出てこなかったぞ。バナナだって。クモリン落ち着いて。ふん、全部食ってそこら辺に埋めたぜ。大事なバナナが。クモリンは慌てて埋めたところまで走りました。待って、クモリンよーい。なんて速さなんだ。走っていたクモリンは目の前の大きな木にガッツコ。いてて。サンさんたちも駆けつけると、おや、こんなところに木はなかったよ。なんとバナナの皮を埋めたところに大きな木ができていたのです。サンさんとクモリンはその木で臼を作りました。いい木だね。みんなで喜んでいると BB が、この臼でお餅をついてみてと言いました。いいねいいね、ぺったんぺったん。サンさんたちはお餅をついていました。するとお餅と一緒に小判がザックザック出てくるではありませんか。すごい。どうなってるんだ。それを見ていたノイズは、みんながいない間に臼で餅をつきました。俺様もいただき、今度こそ金持ちだぜ。しかし出てきたのは小判ではなくバナナでした。ノイズ、バナナ好きだね。ふざけるな、こんなものを返してやる。怒ったノイズは臼をかじって壊してしまいました。鋭い歯は臼が粉々になってしまうほど。さすが俺様。サンさんたちはその粉を持ってとぼとぼ外を歩いていました。みんなごめんよ、せっかくの巣がこれじゃあ。サンさんが落ち込んでいたその時、風がピューッと吹いて粉が飛んでいきました。すると粉がかかった枝に花が咲くではありませんか。花はとても綺麗な桜です。すごい。なに、すっかり元気になったサンさんは木に登りました。枯れ木に花を咲かせましょう。サンさんは大きな木に粉をまき、綺麗な桜を咲かせました。とっても綺麗だね。するとたまたま近くを通ったお殿様が、これは見事な桜じゃ、ご褒美をやろう。殿様はサンさんにご褒美をくれました。あ、ありがとうございます。そんなバカな、やったね。粉を奪ってノイズは慌てて殿様のもとへ。いただき、俺様も花を咲かせてやるぜ。サンさんか
から奪った粉を木にかけます。あーずるい。しかし花は一個も咲きませんでした。殿様も怒っています。おい、どうなってんだ。すると地面から何か出てくるようです。う、なんだなんだ。それはどんどん伸びてきて、そうだ、なんとノイズが撒いた粉で大きなソーダおじさんが生えてきました。そしてノイズを遠くへ飛ばしてしまいました。そんなんありか。そうだ、なんで俺様まで。めでたしめでたし。紙芝居が好きな子はグッドボタン。お絵かき紙芝居の時間だよ。お絵かき紙芝居が好きな子はグッドボタン。今日のお話は醜いアヒルの子。始まり始まり。昔々あるところに一匹のお母さんアヒルのつくもが巣で卵を温めていました。かわいいアヒルちゃんたちはまだかしら。大事に卵を温めていると卵が割れて元気なヒナたちが生まれました。黄色の毛がふさふさしています。ピヨ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 カッカッカ。ノイズもいる。しかしまだ一つの卵だけヒナが生まれてきません。つくもも心配しています。早く可愛い顔を見せてちょうだい。頑張れ。しばらくしてやっと卵が割れてきました。しかし生まれてきたのは毛が灰色の醜いアヒルでした。その姿にみんなはびっくり。なんだこいつは。クモリン。つくもは言いました。クモリンは少し色は違うけどみんなと同じ可愛い子供たちよ。仲良くするのよ。みんな遊ぼう。マグモグマグ。バナナ食べてるし。だけれどみんなはクモリンに振り向かず一緒に遊ぼうとはしませんでした。ねえノイズ。カッカッカ、俺様は忙しいんだ。クモリンは一人ぼっちに。そんな。ある日のことです。ヒナのノイズがクモリンを遊びに誘いました。クモリン、一緒に遊ばねえか。やったー。クモリンはウッキウキ。大丈夫かな。ノイズは静かな水辺にクモリンを連れて行きました。ここで隠れんぼしようぜ。もちろんお前が鬼だぜ。僕が。ノイズ意地悪。クモリンは一人でノイズが隠れるのを待ちました。バナナが1本、バナナが2本。クモリンが数を数えていると後ろに怪しい生き物が。クモリン逃げて。なんと後ろから大きなワニが出てきました。わあ、来いよ。なんでこんなところに。ワニは大きな口をガバッと。大きすぎ。ノイズはクモリンを騙していたのです。ノイズ助けて。呼んでもノイズは来ません。僕は食べても美味しくないよ。クモリン。クモリンはなんとか逃げ切りました。そこへ心配したつくもがやってきて、とっても心配したのよ。なんで僕ばっかり意地悪されるの。くもりどこ行くの。もういやー。そう言ってみんなの元を離れていきました。くもりん。くもりんはあてもなく仲間を見つけようと頑張りますが誰も振り向いてはくれません。ふぅ、君は僕の話を聞いてくれるの。みんなひどいよね。クモリン、それバナナだよ。あっという間に季節は秋になりました。水辺を泳いでいると白くてとても綺麗な鳥の群れを見つけました。それは白鳥の群れです。わあ、綺麗。これさっきのバナナ。はあ、僕もあんなに綺麗になりたいな。なんでみんなと違うんだろう。水に映る自分を見て悩んでいました。クモリン。白鳥たちはクモリンの上を飛んでいきました。僕もあんな風に飛びたい。僕にもできるかな。
できるさ。季節は冬になりました。寒さを乗り越えようとクモリンは頑張っていました。しかし水辺が凍るほどの寒さ。かき氷になっちゃう。クモリン、そんな寒い冬を越えてあったかい春になりました。すっかりクモリンは大きく成長していました。今日もいい天気。バナナまで大きくなった。水辺を泳いでいると白鳥の群れに会いました。一緒に遊びたいな。嫌われないかな。悩んでいましたが勇気を出して向かいました。クモリン偉い。すると白鳥たちは、こんにちは、新人さんかな。白くて立派な羽をしているね。クモリンに優しく声をかけてくれました。え、僕のこと。クモリンは水に映る自分を見ました。わあ、灰色の羽が取れて白く美しい白鳥になっていたのです。僕ってこんなに綺麗なんだ。よかったね、クモリン。辛い毎日を乗り越えてクモリンは誰よりも美しい白鳥になりました。そしてみんなと一緒に大きく飛び立っていきましたとさ。うんうん、よかったよかった。え、バナナも飛べるの。めでたしめでたし。お絵かき紙芝居始まるよ。お絵かき好きな子はグッドボタン。それじゃあ泣いた赤鬼じゃなくて泣いた曇り鬼、始まり始まり。昔昔ある山に一人の鬼が住んでいました。これって縁から塗ってはみ出さないようにと。バナナの家。そこには心の優しい曇り鬼がいました。みんなと遊びたいな。村のみんなと仲良くしたい曇り鬼は家の前にこんな看板を立てました。ゆっくり力を入れすぎないように。どれどれ。曇り鬼は優しいよ、バナナあるよ、みんなで遊ぼうと書いてありました。これで来るかな。しかし村のみんなは怪しがってしまい誰も遊びに行こうとはしませんでした。待っても遊びに来てはくれません。そのバナナみんなにあげるやつじゃ。まあまあ、私もバナナだけ食べて帰ってしまいました。プリルまで、みんなが信じてくれないのでクモリン鬼は泣いてしまいました。みんなひどい。クモリン鬼は怒りました。クモリン鬼落ち着いて。クモリン鬼は怒りのあまり目からビームを出して看板を壊してしまいました。ビームはカラフルがいいよね。プリル、それどころじゃないでしょ。みんなどうして来てくれないの。クモリン鬼が落ち込んでいると、おーい、クモリン鬼。そこに友達のサンサン鬼がやってきました。お、来た来た。そんなに落ち込んでどうしたの、サンサン鬼。サンサン鬼はクモリン鬼の話を聞いていました。すると全部話を聞いてサンサン鬼は思いついたようにこう言いました。僕が村のみんなを驚かせるよう曇り鬼が僕を懲らしめるんだ。そんなひどいことできないよ。大丈夫大丈夫。あー、待って、サンサン鬼。どうなっちゃうんだろう。サンサン鬼と曇り鬼は一緒にみんなのいる村へ降りてきました。よーし。するとサンサン鬼は目からビームを出して村のみんなを驚かせました。僕怖ー、どうなってるの。そしてクモリン鬼はもぐもぐ、ごめんね、サンサン鬼ごめん、もぐもぐ。その時クモリンはバナナを食べていました。そんな場合じゃないでしょ、バナナまで。クモリン鬼はそのバナナの皮を遠くに投げました。バナナの皮を踏んだサンサン鬼はドテーン、すってんころりん転んでしまいました。バナナの皮で転ぶ人いるんだ。覚えてなさい。
そう言ってサンサン鬼は山の方へコロコロと転がっていきました。二人の計画はうまくいって、村のみんながくもりん鬼のもとに遊びに来てくれました。わーい、くもりん鬼はとっても喜びました。一気に村一番の人気者に。でも一つとっても気になることがありました。あの日から来ていないサンサン鬼のことです。そうだ、どうしちゃったんだろう。サンサン鬼、ある日くもりん鬼はサンサン鬼のお家に行きました。いるんでしょう。するとくもりん鬼は家のドアに一枚の張り紙があるのを見つけました。そこにはこう書いてありました。くもりん鬼へ、村のみんなと仲良く遊んでね。僕がいると、くもりん鬼も悪い鬼だと思われるかもしれない。僕は旅に出るけど、くもりん鬼のこと忘れないよ。ずっと友達、サンサン鬼より。くもりん鬼は何回も何回も読みました。強いか喧嘩をしていました。僕は強いし天才だもん。僕だって二人とも負けず嫌いで譲ろうとはしませんでした。こんな時にもバナナかい。そこへ一人の旅人がやってきました。おしゃれな上着を可愛く塗ってルンルン気分。さあわたあめ食べよーっと。こんなに食べるの？天才くもりひらめいた。旅人を見てクモリンは思いつきました。あの旅人さんの上着をどっちが脱がせられるか勝負だ。よし、受けて立とう。こうして二人は勝負をすることになりました。それでそれで、まず僕から。そう言ってクモリンは思い切り口から息を吐きました。旅人がおやつの綿あめを食べようとしたその時、おやつの綿あめは空に飛んでいきました。そういう時もあるよ。そっちじゃないんだけどな。ポンポン、上着を飛ばそうとしましたがうまくいきませんでした。あー、食べちゃったし。そしてクモリンはもう本気出しちゃうもんね。力を振り絞って大きな息を吐きました。影をつけると浮き出て見えるよ。わあ、寒いよ。旅人は上着を押さえて震えていました。風はどんどん強くなって、あー、わたあめだ、私も。旅人は上着ごと飛ばされてしまいました。風強すぎ、うまくいかない。クモリンは悔しがっていました。ブーブー、それどころじゃないけどね。旅人は目を回しながらなんとか戻ってこれました。旅人さん大丈夫？様子を見ていたサンサンは、よし、今度は僕の番。サンサンは張り切りました。やったー。サンサンはニコニコ笑い出しました。するとサンサンの周りから光が出てきました。外はだんだん暖かくなり、ポカポカしてきました。暑いなぁ、暑いなぁ。すると旅人はバイ、なんと旅人は上着を脱ぎました。僕すごい。クモリンは驚きました。そしてサンサンは言いました。力任せに息を吹くだけじゃダメだよ。僕かっこいい。
わあはっは。サンさんがそう喜んでいると、周りはどんどん暑くなり大変なことに。クモリンも旅人もびっくり。暑い。あまりの暑さに上着も燃えてしまいました。僕何やってるの？火はどんどん大きくなり、サンさんはとっても慌てました。調子に乗りすぎた。どうするの？任せなさい。ふう。クモリンは息を吐きますが、火は消えそうにありません。もうダメだ。その時です。天才クモリンひらめいた。クモリン。ふふふ。火が消えないよ。クモリンは突然泣き出してしまいました。ひらめいたって言ったじゃん。するとクモリンの涙は周りを包んでいき、雨となって火を消していくではありませんか。すごい。僕が出せるのは風だけじゃないもんね。ありがとうクモリン、おかげで助かったよ。勝負は引き分けだね。そうして二人は仲直りをして、周りは穏やかさを取り戻したとさ。旅人さん、めでたしめでたし。僕たちのグッズがたくさん出たよ。本当にたくさん。 T シャツ3種類かな、サコッシュ2種類、よいしょ、トートバッグ1種類、名前シール2種類、はっしゃーい。こっちはハサミで切ればこれ1枚で何種類も好きなのを使える。おしゃれなグッズもあって迷っちゃう。 T シャツは子供サイズと大人サイズ両方あるのね。サコッシュとかトートバッグでお出かけもいいね。僕たちの LINE を開いて、この画像をお気に入り、サンサンキッズ TV 公式ネットショップ、イエーイ。ここから簡単に買えるから大人の人に相談してみてね。どれかが迷っちゃうな。僕はやっぱりゲームでしょ。つまり LINE の登録はこの動画のタイトルを押して、この青い文字を押せば、ほら簡単でしょ。こっちの青い文字でもグッズが買えるよ。パパとママも親子でゲットして、ニコニコ超ハッピー。